今日はね、せっかく昨日初めて歌のね録音をしているところをお見せしたんでね、その時になんか Google のねアカウントと Twitter じゃない YouTube のアカウントがもう連携できなくて、全然ダメだなって、アップできないじゃんって、昼の2時ぐらいにもうねアップできたんだけど全然ダメで、結局夜中の12時ぐらいまでかかって、ようやくなんか全部それまで持ってた YouTube のアカウントをもう削除して、もう全然ダメだから上がらないから、もう一回一番初めに戻って Google のアカウント取り直して、そこからもう新たにプロフィールとかやって、で YouTube、 まあなんで YouTube にねこう上げようかと思ったといえば、やっぱりこのコロナでね自粛中の皆さんのためにというか、まあ僕もね、やることはたくさんあることはあるんだけれども、まあいつもに比べたらライブもないのでね、時間あるぞということで、せっかくだからこう歌を歌って聞いてもらいたいなと思ってやったんです。毎日ね歌歌うわけにもいかないんで、せっかくだからと思って、僕もなんかいろんなもの、たわいもないものでもいいかなと思ってね、今日ねここに目の前に机じゃない、汚い入れ物あるでしょ、これタックルボックスって言って、俺が20代の時にずっと釣りやってて、釣りが好きで、しかもブラックバスね、ブラックバスがすごい好きで、湖で一番初めね少年隊のかっちゃんと一緒に、もうまさき釣り興味あるかって言われて、ないですって、で行こうっつって、それでまあ行ったんだけど、そしたらカヌーにね、植草さんカヌー持ってて、うん、それでカヌー行ったり、まあいろいろしてたんですけども、それをきっかけにね、僕もすごい船というかブラックバスが楽しいということが分かって、まあいろいろやったんだけども、まあ長話し出したらすごいキリがないし長くなって、もうそれが一通りすっごい好きになって、釣りをやりまくって、で最終的にまあ皆さんね、ある程度どんどん20代から30代ってなっていくにつれてね、遊んでる時間がちょっとこう皆さんで一緒にいる時間がなくなってきたんでね、うん、それでしなくなったんですけど、実際やらなくなったのは30歳ぐらいの時かな、うん、にやらなくなったんですけど、それまでねそのハマった時っていうのはもう釣り道具も集めてさ、これタックルボックス1個だけど、タックルボックスこんなようなのがもう2個ぐらいあって、そこに満タンに入れてたんだよね。だけどもまあ今日さ裏から引っ張り出してきて、もう少しずつ断捨離していこうっていうのでね、こう出してきたらもうねこの箱が出てきたんですよ。まあ惜しいですけどね、こう少しずつ捨てていかないな、いかなくちゃいけないなと思ってね、こうちょっと女性にはね興味ある人もいるかもしれないけど、興味がないと思うんですけどね、まあ僕はねもう本当にねハマったというか、だって船まで買ってしまってさ、ローンでね、うん、俺はもうすごい回数で払ったよ船、うん、すごい回数っていうかね、1台目はね皆さんでなんかこう何人かでねこう買ったりとかして、まあいろいろとねこうそういう釣りの歴史はあるんですけど、ちなみに船なんですけど、これ2艇写ってるじゃないですか、これのどっちかがもうね同じすぎてちょっとわかんないんだけども、僕のが多分手前かな、写真に写ってるのはクワさんといってスターズの舞台で僕の長官役をやって、長官に僕はコテンパにされましためちゃくちゃ怖いです。その役の中ではね普段優しいですけどね、クワさん元気ですか、勝手に乗せてすいません若いね、クワさん。すごいな、また今度舞台見に行きますね。また。これ片付けて、もう汚いもん、これ。もうね、開けた瞬間ね、もうめっちゃくちゃカビ臭いというか、もうね、もう、本当にね、おえおえって感じなんですけど、まあいいか。これね、もうね、スカスカなんだよ。スカスカなんだけれども、これなんでかっていうと、もう箱がいっぱいあって、もう一つの方に入れて、捨ててきちゃったりとかしてて。あとはね、
僕は全部釣りをやらなくなった時に人にあげちゃったりとか、すっごい昔ね、ヤフオクでね、売ったんだよね。それは何を売ったかっていうと、昔ね、流行ってたゼールっていうね、ブランドがありましてね、そのゼールとか、いろんなメーカーがあるわけですよ。そのゼールだと、持ってないの新井くんとか、ゼールのポッパーとか、まあなんか、いろいろとね、持ってないの新井くんって突然言われてもわかんないね。アライグマの形をした、あのね、ルアーなんですけど、そのアライグマみたいな水中というか水の上をチャプ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 ってやってるとブラックバスがバクって食うんですよ。すごいでしょ。昔カラカサオバケっていうのがあって、皆さん突然話は飛んでわかんなくなるかもしれないけど、こう釣りの先っちょ、ラインがあって、竿があってラインがあって、その先っちょにルアーっていうものがついてるんだよね。それは柔らかいブジュブジュしたルアーもあるし、プラグっつって硬いルアーもあるんですけど、そこのところにカラカサオバケっていうね、カラカサのオバケがくっついてるんですよ。おもちゃ。それでもブラックバスが食べるっていうね、もう条件反射食いでね、ものでね、今日はね少しずつ捨てなくちゃいけないなと思ってね、さっき開けたらすっごいね、オイニーがついきだったから、まあいいか。ちなみにこんなの見てもわかんないでしょ、これ。こんなの見てもわかんないでしょ。これはスピナーベイトっつって、ここのところに、ね、糸をこうやってこうやって引っ張ってピューっていくと、これがシャカシャカシャカ、ほらここにね針がついてる、ここのここ針、これ今ね、引っかか、この、あれがついてるから、これピッて取ると、返しのついた、こう、一回、口にパクって食べたら、そこから抜けなくなるような、もう鋭い針のついたやつ。で、これが引っ張っていくとですね、これが、ふわ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 ってなって、これがくる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 って回るんですよ。これがくるくるって。で、水の中でこれがね、反射してキラ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 するんですよ。これをずーっと引っ張ってくると、後ろからブラックバスがパクってた。このもったいない、これ1個さ1000円以上するんだよ、どれもね。だけどさ、もう持っててもさ、しょうがないなと思うんですよ。ケースとか、こんなのすごいです。これね、めちゃくちゃ釣れるやつ、めちゃくちゃ釣れる。もう話が長くなるな。これもう塩ついてんだよね、ほら見てくれ。これ釣れるんだよ、霞ヶ浦でめちゃくちゃ釣れて一時。うん、これね、あれですよ、ルアーじゃなくて、なんだっけ、もう本当に20年も30年もやってないと忘れちゃうね。ごめんなさい。これね、ワームね、ワーム。もうこんな簡単なもの忘れるのって感じなんですけど、これは針にね、やっぱりこう頭からこう当て刺してクーってやって、このお腹の辺からね、こう針がピッて出てるんですよ。だから後ろからパクってやると引っかかってブラックバスが取れちゃうよっていう代物です。これもそうだよ。皆さん気持ち悪いでしょ、こういうの。ほら。これ開けてないんだよね。多分。開いてないよ。買ったっきり開けてないっていう。なんか、こういうのも一緒。これもね、ワーム。ほら、なんかつけてんのあるよ、ほら。これね、さっきあったじゃん。これくるくる。これは、さっきの、これもうつけっぱなしだよ。ほら。針が出てるでしょ。ここにワームをつけたりするんですよ、こうやって。これはね、こういうワーム。これが、こうっていくと、魚に、小魚に見えるんですよね。フェーンと。まあ、いろいろカエルに見えたり、エビに見えたりとか、いろいろあるんだけどね。うん、ね、これちょっとちっちゃいね。ちっちゃいんですけど、これクランクベイトってね。あれ？これクランクベイトだっけな？そうそうそう。確かに。忘れちゃってるよね。これミノーかな？うん。ペンシルは前がない。これミノーだと思う。チーム。チームダイワですね。チームダイワっていうブランドのところの。これもね、どこでもう買ったか忘れちゃいましたよ。皆さんが女性だとしたらさ、皆さんさ、いろんなアクセサリーショップに行ってさ、アクセサリーとか買ってさ、なんか買ったけどつけてないとか、そんなんあるでしょ。買う時の喜びってあるでしょ。こういうもの買ってね、こう、いつかこいつがブラックバスを釣ってくれるっていうね、こう、望みを託してこうやって、こうやってね、買うときに、こうやってなんかしないけど振るんですよ。うん。タッツに割れてるんですよ。これ、前と後ろでカタ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 ね、こういう動きをしてね、こう、よりリアルな動きをしてくる。あ、そうです。いてていて。見て。ほら、ほら、これなんて。ほら。こうやって曲がるんですよ。ほら。こうやって引っ張ると動いていく。
このね、ものによったらこの湖でも水深の深いところまで潜るやつとか、あの中層を行くやつとか、かなり上のところ行くやつとか、水上に行くやつとか、いろいろあるんですよ。これね、こんなん確かね、水上行くやつよ。パコ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 って水上をね、こう行くってことはね、どういうことかっていうと、まあ木々からさ、こう虫とかがポトンって落ちて、その水上を陸の方に向かってパチャ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 って行くように見せかけて、それをブラックバスが下からバコっていくっていう。まあ、ブラックバスね、知らない人多いと思うんですけど、ここ見てる方々は、ブラックバス、釣ってもそのまま食べないでね、すぐにね、キャッチ&リリースなんで、すぐに返しちゃうんです。もうスポーツフィッシングって言って、もう釣るファイトを楽しむっていうかね。おぉ、もう僕もね、知らないルアーがいっぱい出てきた。これなんてよくわかんないですもん、何のルアーだか。なんかリアルすぎるよね。なんか食べれんじゃないかって思うね。こんなのあるんですよ。なんかベッドベト。もう溶けちゃってるよ。本当に。手ベトベトだよ。もうちょっと洗わなくちゃね。で、これがですね、トップウォーター。え？違うかな？これ、確かトップウォーター、うん。これに似たやつで、これトップウォーターって今、その言った水上、水のね、上をパコ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 ってくるやつです。うん、あ、出てこない。いけ。今ね、ここから出てこないのは引っかかっちゃって。引っかかってる。これ、ね、今引っかかってるのは、こうやってシャカシャカって振ると、中にね、水、ボール、ちっちゃいね、ビーズみたいなのが入ってて、振るとね、シャカ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 って音するんですよ。ということは水の中で、音がシャカ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 ってするんですよ。バイブレーションの、ルアー。みんな気持ち悪いでしょ。どこ？これも伸び縮みするけど、こういうのね、結構ね、つけて針をね、こっから刺してギュッて返してキュッてやると、ここのところキュッキュッキュッって出るんですよ。で、後ろからガブってくるじゃん。そうするとここに引っかかるね、針がね。で、これはおそらくまあ中層とかそういうとこじゃなくて、まあいろいろ用途はあるんだけど、地面、一番地面を、こうやって、のっそ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 って止めて、のっそ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 ってやっていくと、ググッググッググって引っかかったのかな、寝かかったかなと思うと、ガコってきて、ブラックバスがガーって持ってったりとかして釣れるっていうね。食べられないのになんでこんなに面白いのかなと思うんですけどね。まあいろいろありますよ、これもね。結構。ちょっと大きいけどね、ここら辺にね、残ってるのあんまり使わなかったやつですよ。これも身のね、ブラックバスがさ、休んでるさ、棚があって、棚みたいなとこ、水の中に棚がこうやってできてて、そこのところにさ、赤ちゃん産むためにさ、そのお腹がパンパンになったブラックバスがいたりとか、そういうところをあえて狙ったりとか、いろいろのとね、計算してやるんですよ。確かペンシルベイトとかいうやつじゃないかな、もしかして違ったらごめんなさい。これ釣れるんじゃないかな。金黒とかってよく言ってたよ、僕と。かっちゃんさんが。ああ、なんかこういうの見てると捨てるのもったいないな。これだけ取っとこっか。こういう、ね、こういう、何？ルアーだけ。ルアーだけ取って箱だけ捨てちゃおうね。もう箱がさ、臭いんだよ。もうずーっと何十年もずっと入れてたから。ほら、この金黒。これもね、一個さ、1000円以上とかすごいするんだよね。やっぱりさ、もったいないなって思うよね。せっかく買ったんだもんだって。ね。ここの段は、その、あれだね、美濃系だね。もう下はね、もう何でもないっすよ。見てこれ。もう、ボロボロになっちゃって、こんなんでさ、魚釣れるんだよ。もう、あ、もうボロボロ。もうね、これダメだね。これ捨てないとね。これカエルだよね、どう考えても。まあ、いろいろと、こうやって、あ、ラバージグがある。これももう、もうちょっとね、もう何の形だかよくわかんないでしょ。これは逆に、ここに重りがあってね、ラバージグつって、こうやって縦にして、なんかこう、ふわ、ふわ、ふわってやると、なんかふわ、ふわ、ふわって落下傘みたいな、
なんかまあ横にも引っ張ったりいろいろするんですけど、まあ使い方は自由というかあるんですけどね。これじゃラバージグっつって、これ自分でも作れて、よくかっちゃんと二人でね夜中